さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーマー。私が有吉弘行でございます。2023年7月23日、日曜日、生放送でございます。まあ今日は、なんと言ってもね、はい。私、有吉がですね、何年かぶりに、肺活量を調べました。え？49歳の、はい、あ、ちょっと年齢、非公表でしたけど、吉田優さん。はい、ぼんやりさせてください。吉田優さんも発表したんじゃないかな。49歳で、はい、平均が3300ぐらい。うんうんうん。肺活量。はい。私、4000。ありがとうございます。呼吸が深いな。ああ、さっ飛ばされそうだ。水の呼吸ふぅー三木亮介さん。三木亮介さん。はい。呼吸でも何でも三木亮介さんです。ただロングブレス。ほぼ三木亮介で。ロングブレスだけですよ。はい。すみません。いいんですよ。ございます。まずはこれトップニュースと。ちょっとなかったですかね。なんかね、今日このスタジオ来ましたら、はい、山本くんがね、はい、なんだか、大きな深いため息ついてたりね。はい、してましたね。ちょろ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 なんか、ジュース買いに行ったりトイレ行ったりしてんのか知らないけどね、武藤さんかなみたいな。武藤さんがいるなみたいな方してます、ね。すいません。何なんですかあれ、ちょっと、それ、失礼よ、すいません、申し訳ない。はい、この、やっぱ、この現場はこの現場で、前の仕事引きずらずにさ、フレッシュな状態でさ、元気いっぱいにみんなに、おはよう、元気かい、はい、スタッフにもみんな、おはようございます、はい、元気ですかってやってほしいよ。私も元気ですって言ってほしいの。はい、何よ、あれ、何があったのあれ。失礼しました。ひどいね。はい。何してたの？ 100 キロマラソンやってきまして。100キロマラソンなんてマラソンって言わないんだよ。マラソンは42.195キロだから。それはいいでしょ。いつもおかしなこと言うな。それは3000メーターちょっとのお前赤坂そっちは言わないんだ。赤坂のあのジョギング大会、はい、あれのこともマラソンって言うし。マラソン。100キロマラソン大会。そっちはいいでしょ。なんだよお前それ。いやなんか FNS で。めちゃくちゃのこと言うな。何がマラソンなんだよ。その正体は。こんな顔もあります。こんな顔もあります。こんな顔もあります。そうですね、厳しい顔も見せ、はい、優しい顔も見せ、はい、その実態は、マラソンであるじゃないんだ、はい、いい加減してほしいね。喋らせてもらってよろしいでしょうか。すいません。こっちにも、弁明の余地を、すいません。はい。よろしいでしょうか。はい。100キロは、その、フルマラソンを兼ねてるんで、うちに入ってるんで、マラソンフルマラソンって何ですか？でうわ。フルマラソンは。ハーフマラソンまで許しよ。はい。はい、フルマラソンは一応。フルマラソン、はい、ハーフマラソン、ハーフマラソン。で、あと何マラソンがあるんですか一応。3000メートルマラソンですか。いやちょっとね、ちょっと、はい、いろいろ言われる言葉ありますウルトラマラソンっていうのがありまして。ウルトラソウルだろ。違うでしょ。そう、歌ね。そう、ビーズの前はそうなんですけど。ウルトラ、ウルトラ、ウルトラ、ソウル。ソウルじゃん。いや、ソウルなんですけど、ソウルなんですけど、今回のウルトラマラソンって100キロに挑戦したんですよ。なんで？いや、理由は、理由あったっけな、俺たち。ここに道があるからみたいな。いや、そんな、そんな格好つけ。はい。あの、大喜利すごいからね、はい。そこに山があるからって、ね。はい。はい、ああ弁明の余地与えてもらってもいいですか、はい、でよろしいでしょうか、はい、なんで走るかっていうと、まあそういう、まあ、もう一歩の方で24時間的なマラソンあるじゃないですか。もう一歩の夏の風物詩で24時間マラソンあるじゃないですか。24時間マラソン2.2 時間7分マラソンはよくありますけど、世界記録は今2時間切ろうとしますから、はい、そうですね。まあ1分50、ね、1分59分、はい、1時間59分マラソンあるかもしれませんけど。はい、24時間マラソンそれね、はい、締め切りますよ、はいはい、東京マラソンだと7時間ですから、はい、7時間経ってゴールできなかった場合は中止禁止、はいはい、そこで失格ですから、はい、まあせめて7時間マラソンだよね、はいはい、それはありますけど24時間マラソンなんて、はい、それは無理ですよ。どこで何の話ですか、はい、発言権いただいてもよろしいでしょうか。すいません。私に会話させていただいてもよろしいでしょうか。おかしなことばっかり言うからね。言ってます。はい、言ってます。何？いや、なんかもう一方の方の、もう一方。チャリティー的なマラソンに今回ちょっとぶつけてきたじゃないですけども。チャリティー的なマラソン、はい、もう一個あるんですよね。ホノルルマラソンみたいなこと、はい、まあ、そういうチャリティーっていうよりは、まあ、なんか、日本テレビさんの方でやってるような。日本テレビ
さんでやってるやつね。はい。はい、のにちょっとぶつけてきて、休憩をあまり取らずに走ったらどれだけいけるんだっていう趣旨でもっと今回やらせてもらったんですよ。うんうん、はい。フジテレビで。100キロ。そうです。フジテレビで。うん、で、皆さん、こう、精鋭たちが集まって。それじゃあ相当大変だったね。100キロ走ったんでしょ？お疲れ様だったね。それは、これは感心。100キロ走った、はい、その後この仕事来てんの。ありがたいね。お前は鉄人と言ってもいいんじゃないか ?100 キロ、これはちょっと頭が下がります。リタイアしましたよ。引かれるほど引かれるほどいや、行かないこんな感じで行かせないやだー Release so much stress. Now of the Unity Program. バカバカしいな。そんなボタンでお前茶番に付き合わなきゃいけないの。本当にバカバカしいだなんて。こんばんは、太田プロの新人、広島四大怪談児軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送サンデーナイトリー。今月アシスタントこちら、はい、タイムマシーンさんご山本と、グリーンピース牧野です。はい、なんで今100キロマラソンでしたよ。いや挑戦を、それでもう全然100キロ走ってねえじゃねえかよ。すいません。じゃあ100キロマラソンだって言うなよお前。何キロマラソンだったんだお前ら。おっ、なんでどうかされんだよ俺。走って、アリューシックサンデーネットドリーム、これも最後までお付き合いください。スネイナイトドリーマーライブオンエア。スネイナイトドリーマーライブオンエア。アリューシックサンデーナイトドリーマー。聞いてるとさ、お前は山本が言ってんの、はい、こういうことかやっと分かってきたけどさ、大阪人2人が喋り始めればそこ、それはもう漫才だみたいなこと言ってんの。そんな話してない。俺が走り出せばもうそれはマラソンだって言ってんの。そんな話一切してないですね。してないですね。もう一言でも言いました。何とか言うんなら分かる。そうですね、はい、そういうことだろう。まあでも大阪人2人が喋り出したところで漫才じゃないからな。そんな話はしてないですよ。最高峰の人違うね。僕ダウンタウンが立ち話始めたら、それはもう漫才であるっていうのは分かります。山本が走り出せばそれはマラソンであるっていうのはちょっと俺違うと思う。僕そう一言でも言いました、そんなこと。はい、いやだからお前がやってるまで何でもかんでもマラソンだって言うからじゃないですよ。僕はその100キロマラソンじゃなくて、はい、今何をやってきたんだ、はい、じゃあ僕はその開催されてるものに僕が参加させていただいたっていう意味では、結局今日何キロ走ってきたんだ。65キロ。65キロマラソンだったんだな。じゃあそうですね。なんだそれマラソンだってなんですか。いいでしょそういうマラソンがあったって。おのおののマラソンが生放送なんでメール募集しますけどね。こないだな、厳しい暑さが続いておりますんでね、マラソンなど激しい運動は控えていただきたい。絶対言っちゃダメですよ。みんな今日のテーマはこちら、暑さ対策。あなたの暑さ対策を教えてください。使えるものはね取り入れてみんなにね広めていきたいと思いますね。まあ、使用のタブレットね常備してますとかね、うんうん、梅干し食べてますとか、エアコンはずっとつけっぱなし、スポーツドリンクチビチビ飲んでます、ガブガブ飲んでます、近所の図書館に朝一から行ってますとか、工事現場では10分おきに声掛け、大丈夫かお前無理してないかという声掛けをするそうです。はい、皆さんの暑さ対策教えてください。はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すれば大体上に出てきます。だからさ、まあ、結局ねだからまあ60じゃあ5キロ100キロ目指して走ってんでしょ、はい、過酷な状況の中かね、はい、はい、それでどれぐらいかかったの65キロ、夜19時からスタートして僕リタイアが5時ぐらいですよ。夜19時っていう言い方、ね、あ、すいません。夜ってつけるなら7時でいいし、それつけないなら19時。失礼しました。まあね、はい、はい、ちょっとまだ失礼しました。夜7時、はい、午後19時って言ってるんですよ、はい、すいません、ね、はい、パニクっちゃうからね、聞いてる。そうですね、映像もないからね、はい、耳だけで聞いてる、はい、すいません、はい、あんまりおかしい状況。ちょっとネチネチ多いかもしれないですね。ちょっと多いですね、1個のミスを。あ、すいません、ちょっと100キロマラソンみたいな。いや、そんないいかね。そんな上げ足取りますね。ごめんなさい、いいんですよ、はい、19時から19時から、はい、早朝5時に僕はリタイアしてしまったんで、はい、何時間？何時間ですかね。でも途中休憩も、まあ、休憩もありながら、過度な休憩を挟まないっていうのがテーマなんですね。そうなんですね。なんだか10時間ぐらいですかね。10時間ぐらい、11時間ぐらい走らせてもらいましたね。はい。結構きついやっぱり。いやめっちゃきつかったですね。後半やっぱ坂があったんで、うん、坂アップダウンだとなかなか辛い。坂得意じゃん。いつもやってるじゃん坂。あれバカみたいに。バカ言い方。言い方。いろんな方面傷つけないでくださいよ。
ヘルメット傷つけないで。お前だってこう、はい、今回100キロ過剰な休憩なしに走ったら、はい、本当は実は何分で走れるかっていう傷つけて、向こう側にケチつけて。確かに、大きくはね、参加してしまった以上はそうでした。はいはい。まあ、坂は得意なんですけど、やっぱりこのすごい過酷な中だとなかなか大変です。暑いし、何がきついの？暑いのがきついのよ。やっぱり足が上がらなかったです。乳酸が溜まってもで箇所箇所がやっぱ痛くなってっていうことですね。はい。ノッチさんの方が上でした。上だった。ノッチさん80後半ぐらいまで行かれてましたね。80キロってこと。はい。それすごいね。すごかったですよ、ノッチさん、はい、今までで人生の中で一番走った。僕20キロでした、今までが。今まで、はい、あ、そう。それ更新して65でした。20キロ歩くなんて俺の日常だもんね。歩くのとまた走るのまたちょっとわけが、はい、歩いてるようなペースで走ってたけど。違います。ちゃんと見てるな。結構遅いんだな。おい、私たち見たのな。おい、いや、せっかく山本出てるんだからちょくちょくこう気にして見てたけど、ああ、はい、全然な。なんかそうですね。なんか最初にさ、はい、登場した時になんか普通になんか帽子かぶってたじゃん、はい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 、あれなんかコットンにいじられ始めてさ、 あ、はい、あれはどういうあれ絡みだったの？めっちゃよく分かんなかったんだけど。そうですね、僕普通に帽子かぶってて、うん、これ走ってこうな、なんか帽子、僕あれランニング用持ってなかったんですよ、うんうん、でも日差しが朝きつくなるから帽子かぶってった方がいいよって言われて2種類ぐらい持ってって、うん、でかぶったらコットン西村になんかおしゃれな帽子かぶってんなみたいなこといじられて、え、なんだこのいじりと思ったんですけど、なんかせっかくだからと思って、ちょっと千鳥さんと前ロレックスのくだりがちょっとあったんで、ロレックスみたいな感じで、お前どこまでおしゃれやねんみたいなので、なんとなく丸く収まった。そっから帽子を変えて、そっから帽子をランニング用に変えたんですね。はい。ほんならあいつ変わってんなみたいな、おしゃれ帽子がちょっと恥ずかしくなってきて、はい、変わったらあいつまた変わったなみたいなので、そっからちょっと変えてった方が面白いのかなぐらいの感じで、はい。ところじゃあ知恵も回してっていうか、はいはい、最初と最後しか俺見てないのにちょっと仲がいい。そう、7回ぐらい変えて、あ、そうはいはいはい、そんな受けもしなかったですけど別に。あ、そうだろうね。あ、うわ強いな。強いな。強いなってね。そうぐらいで面白いけどねぐらいの。同じ事務所なんですから。同じ事務所だからこそ厳しくあれって。なるほど。そうね、内村さんの教えです。同じ事務所の人間には厳しい。なるほど。はい、わかりました。マキロどうでしたか、見てた？いや、見てました。僕はもう本当に感動しました。感動、感動して、いいね、今日伝えたいなと思いました。もうなんか山本さんの走りを見て、うん、なんか、あ、こういう感じでマラソンする人って始めるのかなと思いました。近しい人が頑張ってマラソン頑張ってるのを見て、自分もちょっと走ってみたいなと思ったんで、うん、僕は感動しました。よかった。やれ今日から。いや、俺それいいと思う。な、こういうきっかけじゃない、はい、そう、これダブルきっかけ。ちょっとやろうかな、どうしようかなと思ってる時にさらに先輩の一押しでやれと。これパワハラみたいに思われるけど、これは本当は背中をポンと押してくれる。なるほど。じゃあ今日からね、じゃあやりましょう。ちょっとね、わかりました。はい、走って帰ってきてください。走って帰ってくる。じゃあちょっとそれは無理です。お前なりの、お前なりの。な、半蔵門市川マラソンやれ。いやいやいや、やばいですよ。何がやばいんだよ。ダメですよ。だって20キロぐらいだろ。そうですよ、20キロ。余裕ハーフマラソンじゃん。山本なんてお前何キロ走ったんだっけ。65です。65だよ。いや、準備してないですもん。だって何にも僕今日。そりゃそういうもんだろう。そういうもんだ。いざという時に動けなくてどうすんだよ。これ典型だよもう。やばい、何がやばいの。いやいや、あの子供の保育園の送りがある。はい、ずるい。いや、ずるい。7時にあるんですよ、7時に。7時まで帰るべき。7時まで。うわ、やべえ。なんでやべえ。やばくなったら自動車乗ればいいじゃない、別に。やるって感化されたんだからさ。そう、はい、ちょっとやってみようってね。はい、わかりました。ファンランですよ、ファンラン。楽しくね、楽しく、うん、なるほど。わかりました。マラソンっていうの苦しいもんじゃないね。そうですね、ジョギングっていうのは。はい、はい、マラソンですけどね。ジョギングね。はい、マラソン、ね、ジョギングって楽しいもん、ね。まあ、ジョギングはね、そう、今回はマラソンでしたけどね。はい。ちょっと譲、すいません。こればっかりはすいません。何？ちょっと譲れないというか、う、はい。オリンピックで走ってるやつは何キロ？はい、42.195キロ。それがマラソンじゃないの？マラソン。まあ、その、形式はまあ、いろいろ多様性の時代というか。ちょっとさ、はい、範囲が広すぎない？サボりすぎじゃない？マラソンっていう言葉におんぶに抱っこじゃない？マラソンっていう言葉が強すぎるから。それぞれ決めるべきじゃない？それ。その、名称ってことですか？マラソンを使わずに。うん。
110m ハードルをさ 100m 走って言わないだろう。言わないですね、人気だから。はいはい、それ言わないです、ね、それは 110m 走ハードルより 100m 走って言った方が引きがいいわ。そうですね。だけど 110m 走ハードルって正直に言ってるじゃねえか、あいつら。正直にっていうか、まあ演目が違いますからね。演目違うんだよお前のも。俺のは違います。距離の問題じゃないですか。なんで3キロちょっとと 42.195km と100キロが一緒なんだよ、ふくり。なんかその走るっていうことにおいてマラソンっていうくくると、あとも距離のジョギングって言葉どこ行ったんだよ。じゃあジョギングはそのみんなで明るくランニングっていうのは喋りながらあるだろ、区別が全部。はいはい、ちょっと、はい、ひどすぎない？ちょっとな、100キロジョグとか。いやでもなんかそれだとなんか和気あいあいとのらりくらりみんなで話しましょうみたいな。それはそっから自分たちが行動で示していけばいいだろ。はい、そう、何でもマラソンって言うなよ、はい、42.195 キロの人に申し訳ないだろう、はい、そう、申し訳ないって気持ちだもん。1万メートルの人がさ、はいはい、マラソン選手ですって出てきたらどう。まあ違いますね。違うだろ、はい、それは1万メートルの選手の人もすごいし、はいはいはい、42.195 キロのマラソンランナーもすごいし、確かにだから全部一括りにしちゃうと1万メートルマラソンって言わないですね。言わないです、うん、でも3000メートル赤坂マラソンって。ちょっとエンタメの範囲なんで許してもらって、エンタメの範囲なんでお願いします。すいません、そうやくくりった方がやっぱ視聴者見やすいんで、あのもうちょっと来週の、はい、いやいいんですよ。3分切りました、ね、いやそう、そちらが気になったようなのですいません、はい、なんと来週はですね、ちょっとそろそろ夏真っ盛りというところでね、これちょっとゲストを久々にお呼びしたいと思いますね。ゲストこれ結構想像つかない人多いんじゃないかね。全くつかなかったっす。お二人ともちょっと意外だった。全くでした。本当意外でした。私もまあ何人か希望の選手挙げて、はい、まあ、辻君にちょっとまあお願いして、まあ、誰か行ける人っていうことで、まあ、定番のね、まあ、今年はラグビーワールドカップありますから、うん、畠山君クソヒゲゴリラ、ね。はい、まあ、当然、まあ、夏ですから島田秀平君とか、もしくはもう中学生とかね、うん、ああいうまあ定番っていうかまあおなじみのゲストもいますけど、はい、ちょっと初めての人と呼んでみたいなということで、この人たち、いやすごいっす、しています、はい、来週のゲストはインポッシブルです。なんでですか、吉本興業からインポッシブル、エイジとヒルちゃん、エイジとヒルちゃんのお二人が来てくださいます、はいはい。なんでだったんだろうな、ね、本当に。なんでだったんだろう。びっくりしますよね、僕らも。まあ、ラジオじゃ魅力が出ない、まあ、芸人のね、まあ、筆頭かもしれませんけど、動き、ね。それでもやっぱりね、ちょっとインポッシブルという、はい。いや、面白いです、ね。まあでも、リュウさんが亡くなって、まあもう1年ちょっと経ちますけども、まあリュウさんがね、まあいた頃は妄想リアクションなんていうのをよくやってて、やってましたけど。うん、やっぱ妄想リアクションを継ぐのはやっぱインポッシブルじゃないかなって思ってるところもあるんですよね。面白そうだな、ジェットコースター乗って死んでみてください。めちゃくちゃなことやってましたね、結構ね。でもインポッシブルもそれやっぱできるんじゃないかなっていうところもありますけれども、そう、まあでもね、ちょっとまあインポッシブル吉本のマネージャーさんからも確認来たらしいです。本当ですか。そうだ、そうですよ、一応確認が来た。急にはまあ、知らない方も多いとは思いますけどもね、まあ NSC の東京10期、2005年結成、同期にはトレンディエンジェル、ハンニャ、ウルトラブギーズ、フルーツポンチ、GAG、オリエンタルラジオなどなどというところですね。エイジが39歳、ヒルちゃんが37歳、うん、ね、だからまあいろいろちょっと調べたり見てね、なんかメール送ってください。まあ質問、チクリ、メッセージ、何でも OK です。生放送ですから生放送中でも大丈夫でございます。さらには生放送の前に翌週分、8月6日分の収録を行います。こちらまあレギュラー放送でございますけれども、レギュラー放送でございますので、コーナーのメールをいつも通り、まあ送っていただけると助かると。普通のお便りなんかも多めに送っていただけると嬉しいということでございます。まあ夏のお話とか何でも気楽に送っといてくれれば、まあ読む読まないは別として助かります。すいませんが。来週生放送インポッシブルがゲストに来てくださいます、うん、その後は録音分になりますね。ちょっと皆さんお付き合いくださいということでございます。はい、
インポッシブルは先輩後輩。全然後輩ですね。後輩になりますか。はい。はい、じゃあ男は壁、あれ以上の壁なんかで一緒になりますか。そうですね。まあプライベートでもたまにヒルちゃん飲んだりとかも、うん、あそう、はい、したこともありますね。そうなんです。はい。なんかね結構ご自宅の方でカクテル作ってみんな若手の芸人なんかに振る舞ったりしてるというバーですね。バー経営してて自分のうちの中で、いろんなお酒を買ってきてみんなに振る舞うっていう趣味があるんですね。そうなんですよ。ケムクジャラでどう見ても沖縄出身の顔してますけれどもヒルちゃんは横浜出身。おしゃれなんだよな。さあ一旦ブレイクいたしましょう。Stay Night Dreamer Live on air。まああの山本さんがマラソンっておっしゃってましたけども、はい、まあ、実は言うとね各位私も27時間テレビに出てまして、はい、27時間テレビに出て、はい、このラジオを2時間やってこの後やっぱりロンドン発ロケ、あのロケありますから、はい、実質27、29、89、まあ、34時間テレビとか、ね、そんなに、はいね、27時間テレビやって全部出てたわけじゃないですね。すいません90分です。そんな僕別に詰めたつもりはないですよ。90分です。はいはい。じゃあ90分ちょっとね、お宅も100キロマラソンやってたっておっしゃって、はい、私も27時間テレビに出てたって言ってしまいました。いや実はすいません90分なんですけど、こんな会社あるんだ。つらこういうこと言ってたんですね。いや俺そうでしょ、俺一緒でしょ、確かに、はい、27時間テレビやってました。でもまあちょっとでもうるさいですけど、100キロマラソンやってました、はいはい、でもうるさいですけど、一、うん、つ言わせて、27時間にずっと出る可能性はありさんなかったですよね。その90分って決められた、いや分からないです、分からないです、はい、僕はそれは分からない、分からない分からない分からない、ドアタマからいたかもしれない。そうそうそう、な何をおっしゃってるんですか。何ですか、何ですか。えその90分決められた、それはもう私の答えをもう決めてかかってるじゃないですか、質問が。はい、僕は100キロ挑戦するかも。あなたは自分の気に入る答えを言わない限り次に進もうとしないですけど、可能性ですか。ありました。そんなわけない、そんなわけないでしょ。なんでですか、なんでドアタマからだっている可能性、いる可能性だってありましたよ。それは打ち合わせ次第では。ないことはないですね。別にずっと実は参加してたんですよってドッキリがあったかもしれないじゃないですか。すいません、27時間お疲れ様でした。ありがとう、どうも。乗ったよ。疲れのピークですよ。く聞く。抱えた。これメールテーマ、はい、暑さ対策なんですけども、ラジオネーム赤い月 FM 栃木、有吉さん肺活量4000ってバケモンじゃないですか。もしかして軽トラ吹き飛ばせるんじゃないですか。軽トラ吹き飛ばせるんじゃない、でも本当に、台風って呼ばれてますよ。4000じゃあ、はいはい、いや ペラーって髪が今一枚ペラってなったぐらいですよ今の。すいません、すいません、なんか、はい、ラジオにカンパシ太郎 FM 岡山、有吉さん一回でうどんをすすり終えることできますか。肺活量4000ありますからね。1本ですね。食べてしまえ。1本。はい。なんとか1本。ラジオネーム西野スイカ FM 熊本。山さん質問です。はい。僕は今椅子に座ってラジオを聞いてます。うん、これってゼロマラソンって言うんですか。走ってねえじゃないかよ。そんなわけねえだろ、食べんなよ。走ってるとか走ってないとかそんなくくり聞いたことないもん。いやお前から、せめて走り立ちましょうよ椅子からは。でも、はい、65キロで座っててもいいんでしょ。だって別に65キロ走った上では座ってもいい、100キロ行かなくても、いや座ってても別に、では別にこの人もゼロでリタイアっていうことで、走る気ないじゃないですか。100キロマラソンゼロでリタイア、へりくつでしょそりゃ。あまりにもでもリタイア王法同士だからね、リタイア同士だから。いや諦めて走る気なかったんだもん、だってこいつ。そんなことないですよ。えそれ決めつけないでよ。
願いします。暑さ対策なんかしてたんですか、首に巻いたりとか。そういうのはなし。いや、スポンジとかやっぱ常に5分ごとにとか、あの冷たいのを首にとか足にやらせてもらいました、うん、スポンジ口に入れたりするの。食べはしないですけど、それはまあスポーツドリンク飲みます。ドリンク飲む、はい、ドリンクは何飲むの。ドリンクはね、 OS1 です。 OS1 あれが一番やられて、はい、蛍光補水液、蛍光補水液、はい、OS1、 はい、はいはい、あれなんです。青リンゴ味も出たよ結局。はい、青リンゴ味ですか。あと、いや、普通のです。味楽しんでらんないですよ結局。はい、森高千里で私の夏。さあ、有吉ゆきサンデーナイトドリーマー、東京半蔵門から生放送でお送りをしております。今月のアシスタントはタイムマシンさん号山本とグリーンピース牧野です。続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。まずはこのニュースから。上野動物園モノレール来年7月までに廃止。そうなの。日本に最初に開業した東京上野動物園のモノレールが来年7月までに廃止されることが決まりました。1957年12月に営業を開始し、東園と西園の約300メートルをおよそ1分半で移動しましたが、老朽化のため4年前から運行を休止しています。運営を行うとは代わりとなる新しい乗り物を整備する方針です。そうなんだ。まあこれ乗ってマラソンできたら楽だよね。インチキですから。走ってないですから。それダメでしょそれは。はい。どれぐらいでさ、はい、こうあるじゃん、マラソン100キロ走れって言われてさ、はい、どれぐらいがさ、こう 42.195 キロ過ぎたらきついんじゃない。そうですね。なんかマラソン終わったと思ってから。そう、めっちゃそれありました。僕に関しては50で一回区切りついちゃって、50キロ、うん、目標そこにしてたんで。ああ、自分でね。はい、ここまでになんとか行こうと思ってて1時間休憩あったんですけど、こっからの目標がなくなっちゃって、うんうんうん、あと60、78、永遠最後までじゃんってなって折れちゃいました。あ、そう。はい、なんか一本一本電柱、もう一本電柱、もう一本電柱行けとか昔は言うけどな、ちょっと50キロってなるとさすがにあれか、遠まなさすぎて。こっからだと俺市川でもだって見えないもんな。20キロ先ってもう見えないじゃん。もう見えないです。はい、50って、いや50は信じられないです。僕20キロを自転車で来てますけど今、うん、もうその倍以上って考えたらもう本当にもう無理ですね、50キロは。なあ、はい、大変なとこだな、お前もチャリで来てんの。チャリで。なんでだよ。でも慣れてきました、だんだん。体力ついてくるじゃないと。だんだん楽しくなってきました。3回目ですけど、今回で。はい。それで山本に聞かせてやりたいね。だんだん楽しくなってくる。楽しくなってきました。いやいや、なんかでも僕のを見て、なんかチャリ頑張ろうと思ったみたいな。はい。マラソン見て頑張ろうと。でもチャリ乗ってんすよ。いいじゃん、チャリで。チャリの、なんかもう走るとか頑張ればいいのに。足さ、でもさ、めちゃめちゃ引きずってるじゃん。はい。なんか終わっ、豆とかできないの。あ、豆僕できなかったですよ。できないんだ。はい、あ、なんかもう全体が棒みたいになって、もう下りが特にダメです。階段の下り、あ、太ももがね。はい、あ、俺もやっぱり去年の冬ぐらいに日光東照宮の階段300段登ったけど、やっぱ太もも上がんなくなるもんね、あれ。怖かったな、あれ下り。下り、あ、やばいやばい、滑っちゃう、滑っちゃう。一緒かな、結構雪降ってるしね。あ、そう、一緒ですかね。力入ってたのね、いつもより緊張、あ、雪で、はいはい、滑れないよ滑らないよって言ったから、逆に力が入ってるから300段の階段でも太ももパンパンっていう、はい、下りやばかったよ。イタリア人のおばさんと手に手を取って、はい、大丈夫ですか、止まらないですね。イタリア人のおばさんが始まり出てきましたよ。嫌ですね。嫌ですねじゃないんですよ。イタリア人のおばさんと手つないで嫌ですね。嫌ですねじゃないんですよ。たけしメモみたいに。何ですか、イタリア人のおばさんの話って。俺の階段を見るために一緒にしないでください、日光東照宮を。65キロね。そう。太ももが上がらなくなる、ね。そうそうそう。太ももが痛い。太ももが痛い。あ、足首と太ももっすね。どっち？あとふくらはぎも全部なんですよ。全部なんですよ。上半身は元気やろ？全然元気です。あ、そう。はいはいはい。とにかく足ですね。あ、坂があったんで、うん、上り下りの坂が。日本だから。結構ね、そういう問題じゃなくて、コースをそういう風に取ったっていうだけで。はい。多いもんね、坂。もっと平坦な100キロが良かった？そう、いや、もちろん良かったんですけど、それだと多分みんなが同じ条件だから、うん、やっぱちょっと削っていく。あの子、さくらちゃん。井上さくらちゃん。井上さくらちゃん、100キロ走ってたじゃん。すごいっすね。たっすね。うん。ちょっと信じられなかったです。あ、そう。はい、すごい根性だ。めちゃくちゃかっこよかったです。女性では一人か？一人だけでしたね。はい。
あとは女性では片岡あゆみさんはゴールデンゴールデンは僕と同じぐらいでした。65ぐらいでした。そう、じゃあ相当すごいね。すごかったですね。1位は1位はハリー杉山さん。またか、はい、すいません。お前らの仲間じゃん。すいません。いやちょっとすごいなやっぱり、ね、みんなやっぱ走ってる連中はすごい。でも渡りがやっぱ結構頑張ってましたね今回、渡り哲也さん。渡り119 ゼロヘアゼロじゃないんだよ。ここなんじゃないんだよ。せーのドリーマーライブオンエア。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer. いや、こういうものは比べることじゃないけどさ、はい、マキの、はい、100キロ走れって言われて65キロ、まあ、すごい頑張ってるけど、はい、炎天下の中、はい、まあ、まあ一応結果としてはリタイアね。そうですね、はい、まあ、俺はまあちょっと、まあ、その時間的には90分の生放送なんだけど、はい、まあでもリタイアすることなく、まあ、無事ね完走したわけよ。そうですね、はい、まあ、まあね、そう比べるもんじゃないけどね、まあ、どっちが正しいのかと難しいところか。いやでも立派だと思います有吉さんは。そうだよな、はい、そうだよな、完走はしてるんだもんね。来たっていう点では取り込まれてるよお前。完走するでしょだって。それはリタイア聞いたことないですよ俺この番組降りるって途中で出ない。いや咳が出たりとか、はいはい、体調悪くなったりするじゃない、はい、今は。いやまあそこはしょうがないですけど、まあ、そんな感じも見受けられなかったんでね。それ走り切ってくださいよ90分。何？じゃあ俺も言わせてもらうよ。すいません、すいません、すいません、すいませんね。はい。全員がリタイアしてんならまだしもね。そうですね。いや、山本なんですよ。だってもう、はい、ある意味さ、はい、一つの、まあ、あいつらと一緒で、マラソンタレントといえばマラソンタレントじゃない。確かに、くくられてますね。だから、はい、ちょっとね、自分ではどう？ちょっと残念じゃない？自分では残念ですけども、褒めてあげたいなっていう気持ちありますよ。俺もでもやっぱスタジオタレントだからね。はい、それ例えば90分今日与えられた時間、途中で、やめ、お腹痛いとかでギブしてたら、ちょっとショックだもん、やっぱり。はいはい、どうしたんだろう、ショックだね。最後までやりたかったなと思う。だから気持ちはよくわかる。いや、一緒かな。一緒かな、これ。なんでだ、なんでだよ、なんで差別すんの。いや差別はしないですけど、同じにしたい理由がわからないですよね。なんでだよ、プライドだよお互い。一生懸命やってるんだっていう。そうなんですけど、みんな、まあ、始まった以上、まあ、僕も番組いつも言うんだよ、はい、そのなんかスタジオにいるタレントとロケに行ってるタレントだと、ロケに行ってるタレントの方が大変そうだからさ、ロケに行ってるタレントの方が偉そうでさ、スタジオでクーラー浴びてるところでいいねなんて言うやついるんだけど、そどっちもそれ大変なんだから仕事だから、ね、はい、ロケ行ってる人はロケ行ってる人でやっぱ頑張れば笑ってもらえるっていう利点もあるんだから、うん、あれすごい、ね、はい、一生懸命やれば笑いになるっていう、はい、いい利点もあるからね、うん、あんまりだからそれ俺らの方が辛いみたいな言い方ばっかりはしないでよ、ま、全くしてないです。俺はどっちも同じ仕事、はい、職業に寄せんなしだから。そうですね、はい、おっしゃる通りですけど、尊い仕事とか癒やしい仕事なんてないんだから、はい、みんな一生懸命頑張ってる、ね、うん、はい、でも種類が違うのかな。種類は違うかもね。そうですよね、うんうんうん、はい、そのリタイアを全員が、うん、カロリーの話。いや違います、その話してない。消費カロリーの話じゃないでしょ。圧倒的こっちでしょ。いやそれ、なんでそんなこと言うの。いやそれが偉いのかっていう話だよ。だから、ね、そのカロリーという種類に特化した場合はそうだよね、はい、それはすごいですよ、はい、肉体的運動ですから、うん、はい、我々は喉が潰れる可能性があるから。それはそれで大変な仕事だよ。はい、喉が潰れてしまうから、不安なんて仕事で喋りすぎて喉をやられちゃったっていう。あれも過酷だよ。そうですね。あいつは外で大げ出してくる。足じゃないかい。いやもう、いやすごいなあの一言でやつだ。いやでもすごいなつけるよね、はいはい、どっちも。くぐっちゃったもん。なんでなんでくぐっちゃダメなんだよ。みんなすごいやんか。マキロは何してたんだその時間。今日このラジオ前は僕はあのテレビを見て山本さん応援して、その後は自転車であのこっちに向かってきました。偉いなお前も。偉いでしょ。はい、半蔵門まで。偉い、偉いわけないでしょ。なんでだよ、テレビ見て。でも自転車で来ました。だって山本はいいぜ、はい、マキノが応援してくれてんだから、はい、俺なんてマキノ応援してくれてないんですよ。孤独な戦いだろ。そんなことない、もっと大衆側よ。孤独のランナーよ。いや、かっこいい言い方して。孤独のマラソンランナー。マラソンって使った。平気で使うもん。
あんだけスタジオ90分マラソン、うわー皮肉だ皮肉だって、お前言われてるよ、うるせえんだよ、いつまで言ってんだ。ラジオネーム布袋屋、静岡 FM 放送。暑さ対策ね、私は車のエアコンをかけるとき最初の2分ぐらい外気を取り入れています。車の中の空気を冷やすよりも早く涼しくなるのでおすすめです。もう情報番組で100回ぐらいやってますから、ね、そんな耳が痛いですけどもね、本当にまあでもそうなんだってね、うん、ドアをバタバタドンドンと何回かやると空気が入れ替わるみたいね、はい、ラジオネームカレーラーメンジャム、岐阜 FM。 中国で買った充電式のポータブル扇風機持ち歩いています。ポータブルと言っても一人暮らし用の炊飯器くらいの大きさ、大胆な人にばかりされますが、どこでも涼しくていいです。星3つです。俺だからこの番組でさ、いいやつもらって軽いよ、全然炊飯器みたいなことないよ、めちゃめちゃ涼しいですよ。もう犬なんかにもね、はい、なんか二十何度になるやつね、首はちょっと凍らしといて、やってると1時間ぐらいは25、6度、6、7度に保つっていう首は巻いたりしてちょっと散歩してるよ、うんうん、しかも早朝ね、ですね、うん、いいですねってなんだよ、大変なんだよこっちも。あ、そうか、でもなんか昼間散歩できないから死んじゃうから。そうか、そういう便利なグッズがあるんだと思って、はい、でも首はつけるとめちゃめちゃ噛まれるぐらい怒られる、そんなにですか、首重いから嫌なんだよ、なんか嫌なんだよ、違和感。そうかそうか、なんかしてないの自転車で来るときは。いや自転車のときはでもやっぱ着替えてますよ、途中で。もう自転車で。あ、途中で着替えんの？途中で着替えます。靖国神社の近くの、おトイレがあるんで、そこでちょっと着替えてこっちに来ても、もうびしょびしょなんで汗だ。ああ、そう、ここに来るには、ここに来る前に。なんでここのさ、だってあれじゃ、走った人がシャワー浴びていいところあるじゃん、ランステ。あ、そうなんですか。知らなかった。まあ、でもお金かかる。まあ、うん、あ、そうなんですか。かかるごめん。いや、もう公園で。公園でな。公園のトイレ。公園で。800円だよ。顔洗ってな。顔洗って。失礼。これはちょっと失敬だ。失礼な詮索だったの。大人ですよ、もう十分。公園で。社会人。これは失礼な詮索だ。いやいや、全然全然大丈夫。両手とも右手の男かと思った。失礼な詮索。いや、いいんですよ。だったとしたらマラソンに関してはもっとそうやって言う。それぐらいの配慮。お前は自慢するからだよ。なんかもうアピールがすごいからそんなにするなよって。牧野は謙虚じゃないか。はい、はい、すいません、はい、謙虚な人にはやっぱりちょっとやっぱ聞いてあげて大事にしてあげたいなと。お前みたいに横柄にさ、このスタジオ足武藤刑事みたいな歩き方して、いやいや、そんなことそんなやってましたやってました、ね、そんなこと言うわけない言うわけないですやってるやさ、ちょっと静かにしろお前は自分が好きで走ってるんだろう。捏造だこれ、捏造。町の賢者はい、あなたワンカッパーダンボーラーが町の賢者となって言う直し、いろんな人のアドバイス送ってもらってます。ラジオネーム三平。おや、フジテレビのポカポカに野生動物が映り込んでるぞと思ったら武田鉄矢さんだったんですが、かつてドラマで共演した天海祐希さんにアドリブでセクハラをぶちかましたエピソードを自慢げに話してネットざわつかせていました。いやー、天海さんは美女だからさ、揺さぶりたいなと思って。でも顔は美人だから罵れないじゃない。どう罵ったかっていうと、頻尿ってここでスタジオがシーンとなり自分の言い間違いに気づいた武田。貧乳だ、貧乳、貧乳って言ったんだよ。貧弱な、あそこを罵ったら彼女はゆっくりと胸を張るっていう、本当はあるぞって。これが芝居の面白いところだよな。武田さん、またやってしまいましたね。貧尿も、貧乳も完璧なセクハラです。今、人間界では武田さんが得意とするセクハラ発言、モラハラ発言、女性や子供に対するきつい物言い、高圧的なお説教、長すぎる昔話などは全てご法度になっています。オランダから仕方がない、ウータンにそこまで求めるのはおかしいという意見もわかりますが、武田は霊長類、人か
オランウータン族の中でもズバ抜けて賢く、人間を上回るほどの言語能力を有しており、漢字の成り立ちを適当にでっち上げて学生を感動させるなどの特殊能力も身につけている天才オランウータンです。そんな天才だからこそ不適切な発言は慎むべきですし、人間と同じ処罰を受けるべきではないでしょうか。よって武田は向こう50年間ポカポカできんね。ありがたいですね。これちょっと誤解なきように言っとくけど、はい、武田鉄矢さんマジで人だから。そうですよ、誤解してないですよ誰も。はい、少しだけですよ。ラジオネーム全自動パスタマシン。北村春夫弁護士の YouTube で今週こんな動画が上がっていました。オリラジ中田、吉本興業岡本社長との会話、無断録音は犯罪なの？いつの話してんだよ。何年前のどの話をなんで今するんだよ。中田の無断録音誰が覚えてんだよ。のんきに料理動画出してたけど、お前が今話すべきなのはビッグモーターだろ。てかなんで YouTube は俺にこんな動画をおすすめしてきて、そしてなんで俺はこんな動画をちゃんと見てんだよ。お前友達が勧めてくれたバキとイニシャル D も6人読んでねえじゃねえか。どういう優先順位してんだバカ。5年連続売上ナンバーワン。練習してましたけどね、もう意味がなくて。練習しちゃうんですね。次狙ってたんですね。もちろん。そうな。もちろん。広いですね。相変わらず。広い。落合の実家なんか、これ、チャンスと思ってんのかな。それとも、震えてんのかな。ライバル店が大きなな、あんな大きな中古車販売のお店が。なくなったら落合中古車販売もチャンスだろうな、ライバルがなくなるんだから。どうなんですかね。でも、ビビってる。でなんか落合がそんな感じでしたけど、ビビってる。うちもか。いい加減にしろお前。怒られるぞ。ラジオネームレタスさんの FM 栃木。ジブリ映画君たちはどう生きるかのプロモーションがないことで、評価や考察ネタバレに強い拒否感を表明するイカ臭いネット市民たちのお声が聞こえてきていました。わずかな設定や舞台背景すらネタバレ扱い、ネット上の感想にすら緊張感が漂っているとのこと。ネタバレネタバレうるせえな。こんな窮屈な世の中のせいで有吉さんは2021年3月末の放送で新エヴァンゲリオンを見るのを8年後にすると公言した。まだ6年もあるけど俺は有吉さんの感想を心待ちにしている。だがそもそもネタバレなんて少しの工夫で簡単に回避できる。 SNS を見るな。職場では耳栓してろ。チンポ出して電車乗れ。豚箱入れば情報シャットダウン確実だろ。もっと言えばどう生きるかよりどう生き残れるかだけ考えてろ。俺たちは手遅れ。選択肢なんてねえんだ。あげときます。パン。結構人いっぱい入ってるみたいね。結構宣伝しなきゃ、まあ功を奏したんだろうね。そうですね。ね、マキノは見たんだもんね。見ちゃいましたね。本当に。俺なんてあれだよ。前回声優こうしとくやってんだろうっていうだけでさ、ネタバレって言ってるアホがいたわ。そうだ。そうだよ。もうそうしたらラジオとか聞かない方がいいんじゃない本当に。ちょっと話題のものを絶対聞きたくない。だって君たちはどう生きるかがさ公開されてさ。ネタバレしてませんなんて言ったらさ、それが話題になるに決まってるじゃないかだって、ね、その当日なんだから。はいはいはい。ちょっとおかしい。どういうことなんでしょうかね。一旦ブレイクさせてください。Stay Night Dreamer Live on air。さあ有吉弘行サンデーナイトドリーム1時間経過というところでございますけれども、来週はゲストインポッシブル、エイジとヒルちゃんでございます。メール送ってください。でその前に再来週分の収録いたしますので、コーナーメールとか、まあ、普通のお便り、よろしくお願いいたしますということでございます。まあちょっとインポッシブルは、まあ、有吉の壁なんかは結構出てくれてるんですけど、まあ例に漏れずあんまり話したことない。あ、だからどうなるのかよく分かりません、ね。山本なんかは多少話して、ね、はい、そうですね、結構一緒に、まあ、僕はもう本当に仕事ですれ違って挨拶するぐらいです。うん、そうだね、だって知ってる芸人いないもんな、マキロン基本的に。いやいやいや、落ち合いぐらいだろ。ちょっと待ってください。
太田プロの芸人さんはぐらいは知ってます。知ってます。はい。ちょっとどうなるか分からない。まあ、なるべくメールは、まあ、手当たり次第送っていただければという感じですかね。どう転ぶか全く分からないです。ですね。まあ、だから残念ながら、まあ、今回もちょっとガリガリガリクソさんの翔平にはちょっと、まあ、召喚ですかね、には失敗したということでございますね。本当に、まあ、いつかねガリガリガリクソさんを私の人生を証明し、呼んで私の人生を証明したいと思ってます。ああ、そうですね。そんな思いがあったんですね。努力は必ず報われると思いますかね。高見なみたいな。まだ呼べませんっていうだけの努力なんですけど、努力とは言わないかもしれません、ね。まあいろいろとありますけど、はい、メールもちょっと呼んでいきましょうかね。ラジオネームカッペン FM 滋賀。山本さん、頭に巻いていたタオルは雑巾臭かったですか。そうです。そば屋さんでしょ、新潟の。臭くないですよ。え、ね、見てないんだよね、あんまり。あ、すみません。そうですよね。なんかそうですね、そのくだりは大丈夫です。はい、そのくだりは大丈夫大丈夫です。確かにやってましたね、はい、タオル、はい、あと一人でせっせこもしくやっただけだった。ラジオネーム赤い月 FM 栃木。おい山本、はい、タトゥーは途中でリタイアしただろう。M ステの。それに比べたら有吉さん立派。いやいや、そしてお前は、はい、マラソン界のタトゥーではないだろ。タトゥー最初から来なかっただろう。全然違うよ。ヘラヘバで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 だな。お前はヘラヘバでだな。山本ってヘラヘバでヘラヘバでだな。全然違う。一部の地域の方、この時間でお別れです。聞ける方引き続きどうぞよろしくお願いいたします。テロ。2023年7月23日日曜日、時刻は夜9時になりました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今月のアシスタントはタイムマシンさんを山本、グリーンピース牧野です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りをしております、サンデーナイトドリーマーです。2023年上半期ブレイク芸人ランキングというのがオリコンニュースで発表されております。1位やす子さん、2位なすなかにし、3位見取り図、4位ウエストランド、5位コットン、6位シソンヌ、7位オズワルド、8位ダイアン、9位モグライダー、10位ジェラードンということで、タイムマシンさんがどうしたんだよ。すいません、なんで入れてくれないんだ。あ、そんな言っていただけて嬉しい。なんでだ。ありがとうございます。売れてないからです。ブレイクしてないから。ブーブーじゃない、入りませんでした。そうです、はい。まあどうでもいいです。まあそうですね。今日のメールテーマはですね、暑さ対策ということでございます、はい。こんな暑さ対策をしているという情報を教えてください。ちょっと俺もね、さすがにね、はい、去年の夏なんかはね、とはゆえ歩き回ってたんですよ、結構散歩したりとか、はいはい、仕事行く時もとか思ったんだけど、ちょっと暑すぎてね、やめてますね、ぼちぼちと。汗すごいでしょ。ちょっとそうですね、尋常じゃないですね、はい。この前ちょっとロケやりましたけど、長時間、どれぐらいかな、 4,5 時間外でずっとロケやってたけど、やばかったな、倒れるって思うね、もうこれ、ああやばいなって思うね。ああ、そうですよね。結構プール入ってる子供たちが、プール入ってるからって安心して、プール入ってても熱中症になるね。そうらしいですね。プールもやっぱり30何度あって体温と同じぐらいだから、うん、冷めないんだってね、体がね、うんうん、子供らどう注意してんの、ね、奥さんがすごく注意してくれてるんで助かってますけど、多分僕だけだったらそんな注意してない。なんか油断しちゃうかもね、プールなんかで遊んでると、ね、あよかったよかった、涼しげでなって思うよね、うん、確かにね、はい、気をつけないといけないっていうふうに言ってましたね。あとだから、まあ無理しないっていうことですよね。調子こいて走り回ったりとかしないっていうことですね、うんうんうん、こんだけ暑いんですけどね、はい、うん、まあまあまあ、決められたね、はい、決められたコースをね、しっかりとやっぱ熟練者が走る分には問題ないんじゃないでしょうか。マラソン、ぜひ皆さんもどうぞ。このクソは収録後スタッフが全て食べまして、はい、はい、このクソ、ここに映っているうんこは、はい、
収録後スタッフが美味しくいただきましたぐらい信じられない、そんなわけないでしょ、注釈でしたけど、そんなわけないでしょ、いやそれはそんなわけないでしょ、マラソンは熟練者がしっかりと水分を補給して、クソはだってでもそもそも食い物じゃないし美味しいわけないし、スタッフがなんか俺にはそう聞こえた、いやいやいや、ごめんごめん、はいはい、趣味ですよそのスタッフの、趣味じゃないですよ、はい、いやそれぐらいなんか信じてんじゃないよ、そうですかね、はい、いやいやそう聞こえたんだったらすみません、犬のショーペンのスタッフが美味しくて、はい、そんなわけねえだろちゃんと走りましたちゃんと熟練者がやれば大丈夫なもんなんですよ、しっかりといいおしっこなんか飲みますじゃないんですよ、犬のショーペンはしっかり消毒をし、話が違うアンモニアを抜いた上、アンモニアを抜いた上冷蔵庫で冷やし医師の許可を取ってどういうクレームが来るんですか、フンとかしょんべんしてくると、あの犬の正面もったいねえじゃねえかもったいねえじゃねえか、欲しがってるやつ来るじゃないですかそれラジオネーム野生の豚骨ラーメン、僕も宅急便の倉庫で荷物を ひたすらトラックに詰め込むバイトをしていたことがありますが、あまりのきつさに途中でバックれたことがあります。バイト先に申し訳ない気持ちになったんですが、まあ俺なりに頑張ったしなと自分に言い聞かせましたなのでリタイアした山本さんの気持ちよくわかります、全然違うちょっとこいつは許せない、そうですね、マジで嬉しい、そうですね、こいつとは全然違う、全然違う、マジでこいつ最低だな一言あるはずだろう、いやそうですよ、すいません体調悪いんですとか、はい、飛ぶんじゃねえよ、バックリちゃダメだ、飛ぶんじゃねえよ、そう残された人の仕事量が単純に増えるんだ、はい、ふざけんなよ、いやそうなんだ、言ってる、アホ言ってやったから、いやありがとうございます、まともな指針はあった上でなんだあそうですよ、もちろんもちろんですよね、すいません、ラジオネーム福は部屋干し FM 岩手、岩手県の県立福岡高校の、まあ、嫌わしいな、まあ、あるんじゃないですか、福岡は、はい、そういう地名も県立福岡高校、はい、全然あると思いますよ、嫌わしいな、岩手高校だろいやそれあるで、福岡高校岩手県の県立岩手高校じゃないのいいと思いますよ、はい、そんな紛らしくない、全然紛らしくないはいはい、岩手県の県立福岡高校の応援団は学校から約80キロ離れた野球部の試合会場まで2日間かけて歩く伝統行事があります。ドカベンの弁慶高校が岩手の高校から甲子園まで歩いて行く参加するエピソードのモデルとなったそうです、すげえ、やさないにはぜひという、すげえ、まあでもこういう伝統的なものもやっぱり気温が変わってきてね、地球の温度が変わってきてるからやめましょうっていう感じにもなるかも ね、あのスペインの牛追い祭りがもうな、牛の人形でやってたりな、あ、そうなんですか、はい、ああいうのもありますからね、牛にやっぱ牛殺すのがカッパかわいそうだっていうのであったりとか、ああいう伝統的な祭りでさえそういうことになってきてますからね、甲子園も真夏の昼間やってるのどうかっていう話もよくあるけどね、あ、だからちょっと気をつけないとね、マラソンなんかもね、飛び火が、まあでも全然ね、はい、本当に、水分、そして日陰を主に中心に、うん、はい、歌舞伎町にヤクザはいません、いやいやいやそれと一緒かなそれと一緒かな Slay Night Dreamer Live on airSend us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Slay Night Dreamer.メール読みましょうかね。ラジオネームシグ FM 栃木。去年冷却ファンがついた空調服を購入し、自転車で外出をするときに着ています。冷房の効いた室内だとすごく涼しいんですが、まあ外だと熱風が循環するだけ、まあ厚着をする分余計に暑くて汗たくって。あ、そうなんだ。そうなの？結構トビのな、してとかな、ね。やられてますよね。結構職人さんが着てるイメージあるけど、やっぱ暑いか、そりゃ、まあ熱風が。それ辛いだろうな。でもうちはなんかもね、そのまんまの空気を仰いでも、まあ、涼しいですからね。それとこんなの。まあでもな、でも俺よくこの番組でも何回も言ってるかもしれないけど、
俺自分が体感した温度で一番暑いの50度ね、あのドーハードバイ、ドバイで50度だったけど、はいはい、窓開けて走ったら死ぬ死ぬ死ぬ窓閉めろってなってた、50度が入ってくるから、すげえ窓閉めろって、クーラーないんですか、クーラー壊れてんだ、へえ、それあるから、だからそれはだからやっぱり気温によってくるよね、だから今ぐらい暑いと、確かに俺こんなもん人の暮らせる温度じゃないだろうって大騒ぎしてたけど、もうそれ近づいてきてるよな、 でもな、はっきり言って、はい、50度時間の問題だろう、そうですね、40がもう平気で届きますね、はい、うん、いやー恐ろしい、いやーもうあんまり外では不要不急のね、まあ、言うけど外で働いてる人にはちょっと酷だよね、はい、どうしたらいいの、もうやっぱりもうちょっとやっぱり朝もう4時から働くとこはなってくるんじゃない、いつかな、ね、何十年か後には、うんうん、辛いけど冬の方がいいね、そうですね、やっぱ、うん、僕もそうです、どうする、夏50度と冬のマイナス60度どっちが、マイナス60度はちょっとあんだけれど、でも僕は冬の方が好きなんで、マイナス60度、はいはい、そう、はい、まあ、でもこの感じ見てるとそうかもな、うん、確かに50はちょっともう、はい、なんかいいもんできないのかね、本当ですね、そのもうずもう薄くもうくあの冷蔵庫みたいな、うんうんうん、ドーム型とかね、もう地球一体をドームにするとか、ええ規模でかい、え器のでかい、ありがとうございます、え変取り消してください、すいません申し訳ございません、ラジオネーム道のく熱帯魚、はい、FM 岩手、私の暑さ対策は南部鉄器の風鈴です、うーん、日本ではガラスの風鈴が主流だと思いますが、岩手では南部鉄器の風鈴主流です、この音を聞くとガラスの風鈴より涼しくなった気がします、うん、ぜひ南部鉄器の風鈴試してみてください、ね、これでも幼少期の頃にそういう風なお父さんお母さんとか誰かがこういうの聞くと涼しいねとかいう教育がないと全くダメなんだって、ああそうそう、そういう感覚すらなくて、ああもういやそうって思う、だから結構 お寺の除夜の鐘がうるさいとか言って苦情来たりするけどさ、 あれもまあそういうところがあるかもね、ちょっとね、わ風流だなって思うのと、うん、ああうるさいな鐘、変な鉄の音がって思う人いるんだろうね、まあ、それしょうがないんだろうなと、そうですね、難しい話ですけどね、さあウォッチングマッチング、現在の出会いの場となっておりますマッチングアプリ、リアルな体験談、トレンド活用法、マッチングアプリに関することを報告してもらっておりますけど、牧野くんなんかでもそういうタイプに見えるね、あんまり風鈴とかこう風流、いやいやいや風流なものとかを感じない感じがするね、そんなことはないです、本当逆に夏、皆さんより僕夏好きで、うん、マジ、はい、あの夏のイベント、夏祭りだとかそういうのが大好き、それガキがいるからだろ、あのまあ、子供ができてからもそうですし、あのその子供ができる前からもその友達と夏行った時の思い出がちょっと頭に染み付いてるんで、はい、俺らだってあるわふざけんなよお前、すいません、そういうつもりで言ってあげてそういうつもりで言ってあげて、なんで俺らが学生時代浴衣も着たことない花火大会も行ったことないみたいな言い方しやがってよ、そういう風に聞こえたんだったらすいませんでした、うん、はい、いや辛いけど、はい、まあ、そういう思い出はあるよ我々にだって我々より涼しく感じてると言いたいのかなんとなく夏が皆さんより好きなのかな僕はと思ってました、そう、はい、冬の方がいいや、冬の方がそうですね、楽しみが少ないのかなっていう印象がちょっとありますね、はい、そうなんだね、はい、まあ、人それぞれのこれね、はい、ラジオネーム三平、月額3万円で確実に地下アイドルとマッチングできる闇のアプリに登録したところ、あのちゃんへの憧れを1ミリも隠せていない佐野ちゃんという謎だらけの地下アイドルとマッチングし、オプション料金2万円を追加してデートすることになった。あのちゃんを黒砂糖で煮詰めたようなロリータ系が来そうだなと思いながら公園で待っていると、ブリーフ一丁の青白い体を亀甲縛りでギュンギュンに締め上げた佐野史郎さんがママチャリに乗って現れ、佐野ちゃんです早速だけど僕の金玉に食い込んでいる縄を後ろから持ち上げて前後に激しく動かしてくれ、金玉の痛みに耐えかねた僕が地面に這いつくばったらブリーフをむしり取って池にぶん投げてくれよなと
初対面とは思えない異常なお願いをしてきたので、ここ数年で一番でかい悲鳴を上げて最寄りの交番に駆け込みました。何が一番怖かったかというと、佐野ちゃんは登場してから一度も僕の顔を見ず、ずっと股間のあたりをガン見しながら喋っていたことです。怖いですね。佐野さん怖いですね。嫌ですね。こういう佐野ちゃん嫌ですね。佐野ちゃん、あげます。パン、ラジオネーム、シドジェット気流 FM 宮崎。ひょんなことからマッチング相手の浜口京子と密室に閉じ込められるという最悪の状況に陥った俺、するとモニターに映し出された宮崎駿の超そっくりさんが、君たちはどうしこるかと問うて消え失せた。うろたえる俺をよそに、浜口京子はその言葉の意味をとっさに理解したのか、部屋に備え付けられていたバカでかい開かずの金庫を運んできて、高文さん、この鍵穴にあなたのそれ突っ込んでしこってください、そしたらこの部屋から出られると思いますと指示してきた。俺は何の恥じらいもなくズボンをずり下げ、金庫と濃密なセックスをする。金庫にを始めると浜口京子は俺を鼓舞するかのように政権付けしながら、私たちは金庫でしこります、高文は金庫で、金庫に壁に落書きはバンクシー、私は浜口京子にです、と謎の自己紹介をしていました。それは不正解だったのか、そこから7日間同じ空間に閉じ込められましたが、浜口京子の政権付けの政権付きの風圧でしこる政権付き風にで昇天したら脱出できました。常識では考えられない出来事、アンビリーバボー、あなたの身に起こるのは明日かもしれません。いやですね。いいんですよ、そんなラジオネームネクストドア FM 三重。マッチングした女性に誘われプールにやってきた俺、ところが現れた女性は友達だという男を連れており、なぜか俺がそいつの分も入場料を支払うことに。プール内でも俺をガン無視で男とはしゃぎ、スライダーへと走っていく彼女を追いかけた瞬間、ピキッと足がつってしまう。パニックになり溺れかけたその時、誰かが力強く俺の体を引っ張り上げる。見ればそこには険しい顔で俺を見つめる阿部寛。お前朝飯食ってないだろう、暑くてもプールの前ちゃんと食えと一喝され、あ、はすいませんとうなだれる俺の頬を、わかればいいと優しくペチンと叩き、白い歯で笑い去っていく阿部。そのあまりのかっこよさに、俺もプール監視員になると決意した俺はその夜、頬に残る阿部の手のぬくもりを思い出しながら、プール後の疲れマラをいじりつつ、明日は早起きして朝飯食ってチョコザップだと三段を立てるのであった。ガッツリ、いやチョコじゃダメ、ダメ、ガッツリライザップいけよ。以上、続いては日記、皆さんの日記盗み読みさせていただいております。ラジオネームマティーニ FM 新潟。半年くらい前にできたイボジを市販の薬で治療し続け、ようやくイボがなくなった。座っているだけでも激痛が走るとの走ることもあったので、痛みがなくなったのは良かったが、徐々にイボが小さくなり、ついになくなったのは友達を失ってて寂しくなった。ラジオネームエスロー FM 長野。話題のポケモンスリープをダウンロードした。夜になると寝起きにどんなポケモンと出会えるのかなと興奮し、一睡もできずスコア0点、これは寝不足になりそうだと。ラジオネーム赤い月 FM 栃木。実家で家族が近所に変質者が出たという話をしていたんだが、突如母親が真顔で、あんたじゃないでしょうねと言ってきた。
いや俺はやってないと答えたところ、実家が一瞬取り調べ室みたいになったと。ラジオのなめだぬき FM コーチ、毎週金曜日の深夜になると隣の部屋からうわーとかもうとか言った叫び声と時折机を叩くような音が聞こえてくる。雰囲気から察するに銃を使ったゲームをしているようだけど、何週間経ってもやったーみたいな嬉しそうな声は聞こえてこない。ゲーム下手なのかな。さあ、あるだろ、そういうことね。ラジオネーム三平。水道水は虫歯予防にいいというニュースを見たが、水道水を飲み続けてる虫歯だらけの俺に言わせれば絶対に良くないぐらい、まあ短いといいですね、日記はね。ラジオネーム真田虫丸 FM 三重。20年前から使ってる夜間のサビひどすぎて、お茶を沸かすと大量の黒い粉が浮いてる。もうお茶を飲んでるのかサビの汁を飲んでるかわからない。でもいっぱいお茶を沸かせられるこのでっかい夜間が愛しい。もうここまででいいけどね。20年前から使ってる夜間のサビひどすぎてお茶を沸かすと大量の黒い粉が浮いてるでいいですよ。楽にやってください。ラジオでは赤い月 FM 栃木。スーパーで 100g48 円で手羽元売っていたので安いなと思ったら、横に来た夫婦の旦那が、それほとんど骨だからコスパ悪いよっていう話をしていた。もっと夢見させてほしい。以上です。東京ハンドーム JFN スタジオから生放送、有吉ゆきサンデーナイトドリーム。今日のメールテーマは暑さ対策でございます。いや、牧野は言ってね、はい、バカにするけど、はい、俺らも悪いけど夏の方が好きだったからね。今ちょっとさすがに、まあ比べたら冬の方が過ごしやすいかなって思っちゃったけど、俺だって小学校の時は冬なんていらねえよ、全部夏であれと思ってたからね。そうなんですね、すいません。いやなんか嫌いそうな雰囲気だったんで。それ今だからね。俺らにもやっぱり小学校とか学生の頃あったから、夏最高だぜと思ってたから。そうですね、夜涼しかったし俺らの夏、うん、あ俺の夏俺の夏はっきり言って夜涼しかったから、みんなですよ。あ、で僕もすごい楽しかったですけど夏、やっぱり。そうだろ、はい、めちゃめちゃ楽しかったです。お前だけじゃないから。ラジオネーム八割 FM 長野。ビニールハウスでの仕事は15分に一度は外に出ないと息が切れそうです。着衣サウナです。この前ずっとめっちゃ36度とか37度が続いててさ、急に30度ぐらいになったらさ、一気にお涼しいの今日って思ってたのよ。ありましたね。お今日壁のロケラッキー30度でよかったと思ったらさ、ホテル三日月でやったんだなロケな。そうそう、こいつらがさ結構温泉エリアでネタやるんだよ。外涼しいのに。そうそうそう、温泉エリアめっちゃ暑いの。むしむし。どうしてこんな涼しい日に温泉わかる。汗だく。すいません、あれ難しいよな。そうですね、あれ37度の時だったらまあいいかってことだよな。難しい、あの日だった。そうだそうだ、そうなんだな意外と。ラジオにもあらかじめ語られるローマ人、早朝や夕方に農作業をするようにしました。涼しいので作業をはかどります。お前本当に農家だろうな。僕が怪しいけどまあいいか。まあでもそう、農家の人はでもそうじゃない。そう、もともとそうだもんね。だって、うん、早朝に取って出さなきゃ、うん、朝摘みとかね、はい、朝どれありますよね。うん、なんかちょっと怪しい。涼しいので作業がはかどりますっていうか、農家ってそういうもんじゃないの。まあ、分からんけど勝手なことは言えません。ラジオネーム小林さん MC が、有吉さん、私は夏になると全身の毛剃ります。ユニクロのエアリズムなどを着る場合、
肌につく方が汗を吸ってくれて涼しいと個人的に思ってます。クロちゃんやヒルちゃんぐらいの毛深さで剃るのが大変ですと。さらに毎週剃らないと体にカビが生えたような黒い点になるのがなんて。ちなみに頭はスキンヘッドです。そうなんだ。いやこんなことするんだったら全身脱毛した方が早いんじゃないですか。そうですよね、うんうんうん、そのパターン全然あると思いますけども、うん、まあもったいないか夏だけだからいいのか。冬は逆に寒いのかな。そうだ、暖かいっすか体毛で。大げさなこと言ってるような気するような。そう、そんな感じますけどね。山本が言ってますよなすりつけないでくださいよいいですよ、嫌われたら別に俺も、ね、これね、別に平気いいですよね。別に嫌われたっても何にも関係もないいいですよ俺だって、はい、そうしょうがない、生きてるなら誰かに嫌われるからね、はい、そうだ、悲しいね嫌われる人は嫌い合うのか、そうです、ね、憎しみ合うのか、お願いしますよ。まあ一曲いきますか。はい、あ、行きましょうか。行きませんか。あ、うん、行く、行きます、行きたい、行きたい、行きたいです。曲マキノ行く、いいですか、行って、うん、はい、行きます、デフテックでオートマティック Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer。さあ東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行とタイマシン3号山本とグリーンピース牧野がお送りしています。メールも来てますけどね、暑さ対策ね、ラジオのゲス座は私の暑さ対策ですが、サウナに行くことです。もっと暑い環境に身をさらすことで暑さに強い体を手に入れることができます。今日も西麻布のサウナアダム&イブへ行きました。赤すりもしちゃいましたよ。ふざけんなよっていうね。ふざけてるだけですよ。ふざけてるだけ。なんじゃ暑さ対策なんないですね。ふざけてるだけです。なんない。ふざけてるだけ。サウナやんないの？流行ってるのに。サウナ西麻布の新しくできたテルマエテルマユみたいな行ってないの？酒井とか行ってますね。酒井さんは行ってますよ。よく行ってんの？酒井さんはよく行ってる。あ、好きなんだねじゃあ。もう分かんないですね、サウナの良さは。あ、そう。はい、分かんないです。あんまりいいですけど。あ、そう。はい、ラジオネーム方向音痴名人 FM 群馬。僕の暑さ対策はこまめに水シャワーを浴びることです。シャワーから出てエアコンをつけて部屋に戻るとサウナの整うに似た感じがありますね。暑い夏はこれが一番手っ取り早く涼しくなる方法だと思ってます。家居すぎだろ普通はそう働いてんだよみんなそれ家はもう知らんよもうそれ、うん、一日中プール入ってるのよお前台所に水ためて実家で働いてる人はこういうことできるかもしれないけど、はい、なかなかみんな普通はそうはいかないじゃん、うん、なんか、はい、お願いしますよ嫌われてしまったいやいいんですよ、気にしなくていいんですよ嫌われましょう、もうお前間違うんだよ。いや俺もともと嫌われてるみたいなあれだって受け入れてないですよそんな全部をなんかしたら嫌われるの分かりますけど、そうだよね、無条件で嫌われてるんですもん俺でもそうだよな、俺なんか嫌われて当然のことしてるけどなもうそうじゃないんだよラジオね、群馬のダムを福島 FM 暑さ対策、森永が出しているアイスボックスに好きな飲み物を入れて飲みまくってます普段よりリッチな味がしますし、飲み終わった後の容器に水を入れて凍らせるとかっこいい氷ができるのでかっこいい氷、小学生じゃんこういうの聞いてないんですよマジで大人でね、小学生の知恵聞いてないのよめっちゃ腹立つわ、暑さなめやがってラジオネームシーマヒロ、先日、職場で30分ごとぐらいに爽やかレモンスプレーを体に、つい先日から職場で30分ごとぐらいに爽やかレモンスプレー体にかけてますが、ある日頭痛が止まらなくなる成分をよく見たら人体にかけてはいけない、シーツやカーテンに振りかける空間スプレーでした。
シャツとかにかけて体温下げるっていうの今売ってるね。冷感スプレー、ね、ロケとか行ってるとなんか誰かが持ってるね、ちょっとじゃあ服一枚下いいです、うん、失礼しますカーってかけてくる。ちょっとの時間だけど涼しい、だいぶ涼しくなります。マキロがそういうのもいいよ結構、うん、子供とかの服にバーってやってたらちょっと体温下がったりする。そうなんですね、うん、売ってるんですかドラッグストアとか。売ってるって言ってた。そうなんですね、うん、知らなかった。ああいうのいいね結構ね、うん、ただねちょっともうちょっと安くなりませんかっていうパターン多いな。っていっぱい使うもんってな、ね、よくわかるな。温めるより冷えるのがちょっとコスパ悪いですよね。そうなんだ、はい、冷えピタもやとかもな、やっぱり時間にするとな、北海道に比べるとやっぱり強いもんな。北海道強いんですよ。冷たいのってやっぱ難しいんだな相当な。どうしたらいいんだろうな。いろいろその年その年でいろいろ登場してますよね。出てくるね。今年はなんかよく見るのがやっぱ首になんか冷やしたやつくっつけてるやつみたいな、はいはい、あれよく見るから、今年はあれだから27度までになりますっていうやつね。そういうやつですね、はいはいはい、あれね。去年はハンド、ね、扇風機みたいなめっちゃありましたもんね。ありましたね。今年は首からかける扇風機とか、あの、その27度に保つやつとか、はい、そういうのかね。どうしたらいいんだろうね。あともう男性も日傘ですね。もう今は日傘あれしゃくれてました。すいません、しゃくれてました、ごめんなさい。日傘ですね。ヘギソボみたいな言い方しました。日傘って言ってました。すいません、日傘って言ったつもりでした。日傘ね。すいません、はい。男性も全然あったでも、お前みたいなマラソンランナー無理だろう。どうすんの。移動は別に日傘さしても僕やりますよ。移動がマラソンだろ。いや違うでしょ。駅までなんでマラソンするんですか。そう、はい、僕使ってますよ日傘。いいね。はい、なんかね、プレゼントとかでね、スタッフの方からいただいたりするんですよ。ああ、いいね。はい。フリルのやつ。いや、そんな可愛いわけないですよ。なんでよ、こっちも可愛いじゃない。ゴスロリみたいな。いや、男性。ゴスロリしたら、お前。いや、いいですよ。俺が。そうすると日傘もっと可愛いじゃん。いや、可愛いがいい、あれだからいいから。可愛いが正義よ。いや、どういうことですか。可愛いが正義よ、我々芸人は。芸人は。いや、我々は日陰が正義ですか、今のこの夏に関しては。可愛いな。みたいに言ってない、言ってない。それは日差しさえ防げればいいんで、フリフリいらないです。フリフリいらないんだ。これはね、プレゼントぜひ。男性がちょっと自分で買うの照れくさいんで。そんな感じ。流行ったらいいと思う。流行ったらいいと思う。全くそんな感じないけど。え、ご自身で購入。買うのは別に抵抗ない。刺すのが抵抗あるから。ああ、そうか。うん、でも全然流行ってますよ最近、日傘男子。流行ってる、はい、流行ってるからっていうのでやりたくない。あ、確かに。命を守るために当然ですよって言われると。そうですね、はいはいはい、失礼いたしました。そういう、だからインフルエンサー的なことをしようとして失敗してるよ。遠ざけてる日傘を我々から。ああ、そうか。我々、あ、山本が持ってるんだ、やめろ。いやいや、流行ってんだ、山本が流行ってるんだと思っちゃって、嫌になっちゃう。マイナスだった。うん、じゃあ僕なんてまあどうでもよくて、はい、命を守るための、ね、そうですね、行動ですよね、それ。ぜひね、ぜひぜひ。って言われるとやっぱり、恥ずかしいな、命を守る行動しないの恥ずかしいなと思って持とうかな。そうですね、そちら側でお願いします。黒いフリルの、はい、白い縁のフリルのやつ持とう。それじゃなくても大丈夫です。そんな買わなくてもいいですよ。絵のところイチゴにしよう。いや、恥ずかしいでしょ。俺注意しますよ。恥ずかしいでしょってなんで。何も恥ずかしくないですよ。先輩が、先輩がイチゴのフリル持ってたら俺恥ずかしいですよ。いいだろ、自由だろそれ。自由すけど恥ずかしい。有吉ランド。大型テーマパーク有吉ランドで遊んだ感想、園内で起こった出来事、オーナー私有吉に報告してもらってます。ラジオネームデコッパチのお友達、静岡 FM 放送。有吉ランドで売られているグッズを眺めていたんですが、コードレス高圧洗浄機、ハンディチェーンソー、ポータブル多機能プレイヤーなどなど、どこかで聞き覚えがあるような商品が並んでいました。有吉オーナー、これらのグッズ夢グループから横流ししていませんか。実際にグッズに貼られている有吉と書かれたシールを剥がすと、デカデカと夢と書かれたロゴが印字されています。ご確認のほどよろしくお願いします。本当ですか。いや、ね、横にいるお姉さん。お抱えの演歌歌手の人なんで、ね、そうですね、はい、面白いね、夢グループね。ラジオネームネクストドア FM 三重。先日ランドでご近所へのお土産を購入した際、品物を使用感のある強バームの紙袋に詰め込まれて渡されました。他の人は東京バナナやもみじまんじゅうの紙袋に入れられており、エコとはゆえ従業員の家にある日本各地のお土産袋をかき集めて流用するのはやりすぎだと思います。
宣伝効果もありますし、ランドオリジナル紙袋を作られてはどうですか。懐かしい。出ませんそんなこと。ラジオネーム古川。世界一周を VR で体験できるというその名も世界一周体験というアトラクションに行きました。 VR ゴーグルを覗くとそこはなぜか地方の市民ホール。機材トラブルかと思っているとホールの壇上に男性が登場。目を凝らしてみるとそれはあの辛坊治郎ではありませんか。辛坊は意気揚々と自身の太平洋横断の体験語り始めました。地方での講演会の内容をなんと VR で楽しめるらしく、あの憧れの辛坊がまるで目の前にいるようで360度方向からの辛坊、あの大冒険を饒舌に語る辛坊、くっきりと見える辛坊の毛穴、大満足でした。日本人誰もが記憶に残っているあの素晴らしい大冒険、追体験できて感無量でした。したくないだし、おじさんに一回失敗してそれも怖いし。以上有吉ラでした。Sunday night dreamer live on air. Send us a message using the form on the Sunday night dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer Stay Night Dreamer。 今日はでも長く感じるんじゃない、山本。さすがに一日が、そうそう、一日が確かにそうですね。昨日の昼朝からなんで、うん、はい、なかなか寝てないの。寝てないですね。あ、そう、昨日からですよね。はいはい、はい、その19時。そうですね、ずっと朝まで走って、まあ休憩しつつ、はい、朝まで走ってて、うん、まあ昼までまあそのゴールのあれ待ってて、みんなのゴール待って、はい、でそのまま福島からもうバスで来たんで、やっぱバスの間ちょっとだけですね。ああ、どれぐらい、1時間、1時間、まあでもいっぱいトイレで泊まってたんで、はい、1時間もです、ね、それだけ、はい、すげえな。明日は、明日ある、ラビット、ラビットやね、はい、はい、いやいやいやすごいな、お前。いや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 、今だけですよ。そうだね。そんなことないよ。いや、そう、いや、今日ぐらい大変だな、なかなかね、60キロ走ってっていう仕事はなかなかない。そうですね、すごい、おかげさまででも、はあ、ありがたいです。すごいな、すごいな、はい、俺でも長いもん。ああ、90分のやつ、え、やっぱ俺だって犬の散歩から始まってる。俺だってそうだよ。含みます、俺だって朝早く起きてるからね。一、はあ、日は長いよ。まあ一日は長いですね。はいはいはい。そういえばいいんですね、じゃあ。そうだよ。じゃあ僕も、僕もですね。お前も長いか。朝、いやいや、子供に起こされて60分。いやいや、全然驚かない。長いだろ、じゃあ今日。全然驚かない。長い。はい、暑いしな。関係ないですよ。暑いし。全員全国一緒。全国一緒。そうだよ、一緒だ。全国一緒。一緒ですよ、みんな。はいはい、みんな一緒。最初に雨くれるから、なんか俺だけ有頂天になると、お前だけじゃないんだぞってなるから、潰されるんですよ。マキロだって手を挙げてきたからね。そうなんだけど。気づいたんじゃない、マキロだって。僕も長いわ。いやいやいや。全国民長いだろ、じゃあ早起きすりゃ。そういうもんだよ。昨日からって話ですから、俺はもう。はい。ラジオネーム黒羊 FM 対 FM 群馬。私の部屋は南向きなのでエアコンの室外機が直射日光にさらされています。その影響でエアコン全然効かない。サンシェードで室外機の周りに日陰を作り、さらに室外機の上に凍ったペットボトルを置いてます。その結果、今までよりもエアコンの効き良くなりました。そうなんだ。これでなんとか一夏過ごせそうです。これあるみたいね、本当に。室外機の前に何か置いちゃダメなのはまあ基本中の基本だけど、影にしたりとか本当にあるみたいね。そうなんですね。どう、いや、それをちょうど最近奥さんと話してて、あのホームセンター行くとあるんですよね、最近室外機用のそのサンシェードみたいなのがあって、ね、これって本当に効くのかどうかが、ま、本当に分かんないんで、今手出そうか出さないか。そしたらこれでした、ちゃんとメールで。本当ですか、ね、力を借りてますよ。2000円ぐらいするんですよね、サンシェードは。いや、でも効き目とか考えると絶対ちょっと得なんじゃない。でもそう、劇的にどっかだよな。そうなんですよ、劇的に変わるかどうかっていう、でこいつの言い方だと劇的だぞ。そうです、上に凍ったペットボトル置いてるけど、恥ずかしい、恥ずかしい。まあ分かるけどな、近所に見られた時にそんなことやってんだと思う。玄関先にペットボトルいっぱい置いてる人、まだそれやってんのと思うもんな。カラスよけの CD ぶら下げてる家とかな。え、それあんまり聞かないんですよっていうな。
ペットボトルの上で猫寝てる時あるから悲しいけどな、あのありますけどね、まあ、ちょっと恥ずかしい気持ちも分かるけど、はい、チャレンジしてみてみんな。そうですね、ちょっとやってみます一回、はい、いや本当にお願いしてみたら、サンシェード買ってください。あ、全然いいよ、それぐらいだったの。ありがとうございます。じゃあ1万円やってっけ。いや2000円って聞いちゃいましたから俺も聞いちゃったもん値段聞かなかったもん。サンシェード2000円なんですよって言ってさ、はい、2000円渡す先輩嫌じゃない。いやそうですけど、だって5個買える。マキノだってちょっと遠慮気味に言ってるはずだよ、はい、本当はもうちょっとね、消費税のこともあるだろうし、種類もありますし、いろんないいものもあったりとかする。あ、謙遜して2000円って言ったんだろ、はい、本当はいくらだ。6000円お前だいぶ下駄明かしないか。15000円。話変わってきてるもん。で高値だよ高値。で高値なんだよ。俺何のメリットもないじゃん。タモリクラブ40年間続いたテレビタモリクラブに敬意を表してラジオでタモリクラブやってます。こっちがタモリクラブです。これこそがタモリクラブ。ラジオネーム三平、今日はねわらしべ長者になってみようということでゲストの広瀬すずちゃん、菅鹿尾くん、石原良純くんの3人にそれぞれ別のアイテムを渡しますので3時間でできるだけいいアイテムに交換してきてください。はい、じゃあ初期アイテムを渡します。広瀬のアイテム、オードリー・ヘップバーンがローマの休日で巻いていたスカーフ。菅のアイテム、ジョン・レノンがイマジンの PV でかけていた色メガネ。良純のアイテム、やたら毛深いドブネズミのクソ。良純、なんだよこれ、誰が選んだんだよ。こんなの交換してくれる人いないでしょ。笑いをこらえて後ろを向く広瀬と菅。タモリ、お、じゃあ良純はこれで提出ってことで。なんでだよ。俺がネズミのクソなら菅君も鹿のクソでしょ、名前が鹿尾なんだから。タモリ、良純は面白くないね。ひどすぎるな。いじり方が。一人芸人入れてやってよ。良純あげよ。もう。ラジオネームネクストドア FM 三重。今日は神田の骨董屋に来てます。お、野良黒のおもちゃ懐かしいね。慌てた様子で駆け寄ってくる三浦純。いや、タモさん、これ、谷直美が日活ロマンポルノで履いてたパンツ、使用済みのモノホンですって。勢いよく振り向くタモリ。え、使用済み？買う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 。マネージャー、俺の財布持ってきて。思わぬ掘り出し物に、すべすべした頬を好調させ、興奮するタモリ。そんな様子ないだろう。見たことないですね。ラジオネーム、カンパチ太郎 FM 岡山、今日はタモリクラブの企画考えたいと思います。みんな、考えてきた？安西はじめ、じゃあまず私から、全国の羊羹も買ってきて味比べしてタモリクラブナンバーワン羊羹決めませんか。はい、次聞こうかな。ビビる大きい。佐山悟のビンタでスイカ割りした見たっていう企画はどうですか。市内を額につけて10周回ってもらって目が回ったところでスイカに見立てた練習生をビンタするっていう企画です。次聞こうかな。翔英、チンチンチャンバラ。次聞こうかな。さだまさし、乳首をつねった喘ぎ声で関白宣言作りたいんですけどどうですか。お、いいね。乳首を出すタモリとつねる翔へ。あー、乳首がちぎれちゃった。意外と喘ぎ声出ないもんだ。以上です。 Stay Night Dreamer Live on air。さあ、有吉ゆきサンデーナイトドリーム、お別れの時間近づいてまいりました。ラジオネーム8割 FM 長野、ベランダの蜂の巣がアイスのカップみたいにでかくなってますがどうにもなりません。鳥が食ってくれないかな。食ってくれないと思います。あとはね、まあ
あの来週はゲストインポッシブルエイジとヒルちゃんが登場いたします。メール送ってください。で、その生放送の前に再来週分の録音を収録いたしますので、コーナーメールとか普通歌よろしく、送っといてください。ぜひよろしくお願いしますということですね。インポッシブルも全く未知数、なんかちょくちょく話すんだけど、あれのどうなの最近って言ったら、ああ、あれそれあれってすぐもうなんかパニクっちゃうんだよね、あのエイジの方が、ね、だからあんまりまともに話したことがないんですよ。であれなんかあれ彼女できた、彼女できた、なんか二股でなんかいるじゃないですかって終わっちゃうんですよ、会話が大体。だから全く会話したことがないんで未知数なんですよ。あ、だからどうなの、まあ、会話できる？いや、もちろんできる。できる？と、まあ楽屋とかロケバスでは普通に会話できます、ね。会話できるんであれば、はい、全然安心でございますので、はい、まあ皆さんも心配せずメールを送ってくださればなというふうに思っておりますけどもね。だからお二人ですね、相手するのはね、はい、よろしくお願いします。お願いします。挨拶してください。だからメールをなるべくちょっと多めに、録音分もインポッシブル分も未知数ですので、はい、メールたくさん送っていただけると思います。あとはラジオのチキチキチキ FM 岩手、暑さ対策、夏はそうめんを食べると思いますが、東北一部の地域ではザル中華なるものがあります。茹でた後に水で締めた中華麺を麺つゆで食べるラーメンとそうめんの中間のようなものをおすすめです。まあ、原理的には一緒ですよね。しかしね、対策を聞いてるんですよね。はい、そうめんでも冷やしラーメンでも冷やし、そうです、ね、でも効果は一緒と、良、ね、かれと思って持ってきてたかもしれないんで、ね、皆さん来週再来週とメールお待ちしたい。いや、送りづらい、そんな人たちのこんな受け方されたら受け方が最悪、自信なくなっちゃうよ。キャッチャーとしては乱暴すぎますから、ピッチャーなんでね。どんな言い訳ですかそれ。さあということで、長々と失礼しました。山本さんもお疲れ様です。あ、いや、こちらこそ。ありがとうございます。牧野くん、ま、お疲れ様でした。す、お相手有吉と、はい、タイムマシンの山本と、グリーンピース牧野でした。また来週お会いしましょう。さよなら。